花輪駅は、群馬県緑市東町花輪にある渡らせ、渓谷鉄道を渡らせ渓谷線の駅である。駅番号は、WK09。以前は一面二線の島式ホームだったが、国鉄時代に合理化のため一面一線の単式に変更された。うさぎと亀の歌発祥の地にちなみ、列車が接近、到着すると同局が流れる。接近放送が流れるのは、 渡瀬渓谷線内では、同駅と JR 紀流駅のみである。ホームにうさぎ、亀の石像がある。草木湖周辺の観光開発のため、現在、緑市東町の玄関口は神戸駅である。当駅は国道122号線から外れているため、観光のための利用は少ない。トロッコ列車も通過する。しかし、東町の中心は花輪地区にあり、元は、 足尾銅山の道街道宿場町であったことから、商店や住宅があるため、地元の住民には多く利用されている。旧花は小学校記念館、石原は三郎の非同様の父、石原は三郎は、花は地区の出身で、駅の近くにある旧花は小学校の工場を務めたことがある。その記念として、校庭に記念碑が建てられ、うさぎと亀に歌詞が書かれている。また、 出生した場所が駅より、足尾方面へ二つ目の踏切の角にあり、標が建てられている。この地区はかつては、足尾銅山で産出された銅を江戸まで運ぶために、開かれた街道、銅街道の道筋にあり、宿場町として栄えた。今でも銅像を持つ家がある。東町内では、国道からは外れてはいるものの、江戸、明治の頃、足尾線が開通されるまでの間、 人々が行き来した様子が伺える。なお、国道122号線を東海道と呼ぶ人がいるが、こちらは新道であり、往来していた頃の街道とは異なる。ありがとうございます。